たいかどうかがすごい大切だと思ったので、一番興味が湧いたのがバズだった。でも、まあ、私は信じてみて、誰が辞めようが誰がいようがバズの名ももっと上げられるように頑張ります。ヤッホー、さくらです。はい、今回はですね、私が所属しているバズについてね、ちょっと話していきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということで、本当にバズについていろんな質問があるので、ちょっとそれについてちょっと話していきたいなと思います。はい、はい、まずはですね、最初てか、私がまず東京に上京してきたのって、一番最初はバズがマジできっかけっていうか、なんか今バズがあるからこそ今の自分があるなってすごい思うんですけど、でも人生何事も全部失敗したことも成功したことも全部あってからこその自分だなって思うんですけど、一番大きいのはやっぱりバズかなって思います。すっごいパジャマ見えてるじゃん。もう急いで撮ろうと思ってパジャマの上に撮れなきゃ見えてるわまず TikTok で私がまあ活動していたんですけど、活動というかまあ趣味でしてたんですけど、そこでいろんな事務所の方からまあありがたいことにスカウトしていただいたんですけれども、6の事務所で本当に一つずつ事務所を調べて、そこのスタッフさんとかマネージャーさんとかともいろんなところと話して検索もして、誰が入ってるのかとかも見て、本当に一つずつ丁寧に決めた結果、もう母と父は私の意見を尊重したいってことで、私が本当に一番入りたかったのはバズしかなかったんですよ。その最初母は反対したんですよ。なぜかというと、もっと大手の事務所とかがあって、そっちの方が活躍できるんじゃないかっていう。そう、あとなんかこうミュージック見て行けるみたいな、うん、ね、上京しなくていいみたいな感じだったんですよ。でも別にバズが上京してって言ったんじゃなくて、上京した方が楽ってことを最初通ってたんですよ。東京を、宮崎から東京に飛行機で行って、バズに行って撮影して、慣れない撮影とかもあって、すごいもう不安な気持ちしかなくて、最初は楽しいんだろうなみたいな感じでワクワクしながら行った事務所は、自分がマッチでもうそこにいた。もう本当に今でも自分はもうママにもずっと言ってるけど、この芸能の活動ですごいゲのゲだと思ってるんですよ。自分がマジでゲのゲだと思ってるけど、その頃はもっともうゲの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 ゲゲゲみたいな、もうスタート時点にも立ってないみたいなあれで、正直 TikTok を最初妹としてた時はすごい自信があったんですよねなんかすごい私たちキラキラしてると思ってたので、自信があってこれから活動していきたいっていう気持ちはあったんですけど、バズに入って宮崎から通ってるうちに、どんどん自分に自信がなくなってきたみたいな感じだったんですよ。でもバズを選んだ理由は、とにかく本当にキラキラしてたと思う。すごい全盛期だったと思うんですよ。なぜそのバズに入れるのか私全然知らなかったんで、でも、反対したやん。うん、そう、うん、聞いたこともないしみたいな、誰みたいな感じだったんですけど、私は最初本当に2人とか知ってて、そこから調べた、本当に全部調べたよ事務所だけど、そこをどんどん調べていくことによって、大手とかその会社が有名とかじゃなくて、自分が入りたいかどうかがすごい大切だと思ったので、一番興味が湧いたのがバズだった。全盛期だったのもあるけど、惹かれた普通に。でも正直なところ、初めてここで言うけど、バズを辞めたいって思ったことは、まあ、2、3回あるな。迷った時期はすっごいさまよってた時期ね、あったよね。ママあったな。でも最近はそのバズが新体制になったっていうのは、ちょこちょこ多分情報も流れてると思うんですけど、なんか信じてみようと思って。問題とかはいろいろあったかもしれない、本当にそれは事実だから何も否定はできないし、ショックだった部分もあったし、初めて知ったところが全部だったから、不安になることもあったし、やめようかと思ったことなんてあったけど、そのバズが問題になってるのって一部であって、私を担当してくれてる方とかはすごいいい方もいた。自分を支えてくださるカメラマンさんも、プロデューサーみたいな人も、マネージャーさんも、 YouTube のさくらチームの人たちもすごい支えてくださってるなって思ってて、なんかバズをその問題があったから炎上したからとかじゃなくて、確かにそれでやめようと思ったこともありました。そう、メルプチとかでも、まあ、炎上してなんか叩かれるっていうのが人生初めてだった時とかは、もう本当にもう正直死にたかったもん。
バズでそのなんかメルプチでお作不仲説みたいなのも出たけど、うん、自分は悪いなって思いました。その頃すごいなんかオンオフが激しかったなって思う。なんか不仲説とかガチでなくて、でも自分は本当トゲトゲした性格だったから、その頃。ああね。そう、今は丸くなってる。本当にマジこれは心から言える。まあ本当にあの頃は本当にトゲトゲしてたんですよ。本当に申し訳ない。でも宮崎の中で2人だけ心を開いてる2人がいて、ダンスの友達で、その2人はすごい話せる。でも東京で知り合った人たちってなんかね、壁があって素を出せきれてなくてツンツンしちゃってた部分もあって、だからすごいバズで炎上したことも何度かあったけど、それも勉強になりました全部。で他にも炎上したこととかもあったんですけど、解決はもう丸く収まってるんですけど、なんかそういうデマが回ることもすごいあるから、自分がいつどこで誰に見られてるのかっていうのをすごい意識できるようになったのもバズのおかげだと思うし、 YouTube のおかげ。住所特定とかもされたことあったし、殺害予告もあったりもしたけど、はあ、思い出したらすごい泣きそうになることもあるよね。私も怖かったです。うん、そう、すっごい本当にもう怖かったことはたくさんありました。だからこれバズについてじゃなくて、もう人生のことについてみたいな感じなんですけど、いろんな炎上誹謗中傷とかもう全部あったけど、でもそれってためになってると思う。そういうのがあって、その親友とかから、地元の親友とかから泣きながら電話かかってくるんですよ。もう私泣いてなかったのに、まだ桜みたいな、めっちゃ大号泣してるの、うちの友達が。でそしたらうち一瞬でその声を聞いて、もう心が温まってしまって、もう親友の声聞いたら、でもうめっちゃ泣いたんだよ。もう駅で泣いてた一人で。多分 TikTok とかでもらってきたんじゃないですかね。コメント欄とかも見るのが辛かったみたいな感じのことを言ってくれて、なんかそれを悲しませた自分も悪いなと思うし、最初は実は誹謗中傷とかに返してたんですよ、コメント欄。妹のこと言われたりするのもマッチでもう許せなかったんで、ちょっとなんでうちのこと言われるというかみたいな、赤の他人にって、最初マジで思ってたんですよ。でもアドバイスとかはありがとうございますって感じ。逆にたまに DM とかでも来るんですけど、すごい丁寧なアドバイスか、そういうのもすっごい嬉しいし、そういうの逆に欲しいぐらいです。はい、ということで、もうなんか途中からちょっと話の路線もちょっとずれたりしたんですけれども、まあ、とりあえず私は契約更新の時期がもう来たんですけど、まあ私は信じてみて、誰が辞めようが誰が言おうが自分のことを思って、で昔から何年も見てくださっているスタッフさんとかもいるので、それを信じて感謝して恩返しができるように、バズにちょっと貢献していくためにも、なんかバズのトップになって、バズの名ももっと上げられるように頑張ります。いつも応援ありがとうございます。これからもバズもよろしくお願いします。まあちょっと炎上すんなよってことで、すいません、もう炎上だけは。でも私も炎上も気をつけます。私も炎上気をつけるし、バズさんもお願いします。ということで、ここはバズについてでした。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。